海物語の前進期、 CR 銀ギラパラダイスのマリンちゃんの水着の色は何色でしょう。画像 A から D の海物語の筐体を登場順に並び替えてください。むずー。夏希くんから見ていきましょう。私からでいいの？はい、夏希くんのを見てみましょう。うん、見てみましょう。こちらです。どうぞ。じゃじゃん。さあ、今日も張り切っていこう。テンション高いな。いや、課長がいるってことはどうせまた何かやるんですよね。そういうことか。そう、どうせって。今日はこちら、海物語の歴史クイズ。いや、拍手拍手拍手。いや、歴史クイズってこれやばいよ、多分答えられないとさ。今年海物語何周年か分かってますよね。うんうんうん、そうだよ。その長い歴史の中で、やばいって、あんなにあったんだよ。そう、あんなにあった中で今回はクイズを出題したいと思います。長い歴史の中からね。うん、まあ海物語愛が強ければ答えられる問題ばかりなので、お二人頑張ってください。ハードル上げてきた。果たしてどちらが愛が強いのでしょうか。いや、二人とも愛は強いよ。強いよ。忘れっぽいだけ。そう。そんなことで測るものじゃない。別か。愛は別か。うん、測り知れないよ。愛は測り知れないから。測り知れない。うん、まあでもね、今回正解数の多い方が愛が深いということで、うん、やっていきたいと思います。クイズ好きだよね。うん、好きだな。クイズ好きだ。それじゃあ早速始めていきましょう。1,2,3,4。 じゃあいきます。はい、第1問目いきます。心臓が出そう今。海物語の前進期、 CR 銀ギラパラダイスのマリンちゃんの水着の色は何色でしょう。マリンちゃんの水着の色、そう、前進期。え、これじゃないのっていうのしか出てこない。でもさ、わざわざさ、クイズにするんだよ。そう、そう、なんか深読みしちゃうんですよ。あのね、そう、事前に思っ言ってたことをあれすると、はい、深読みしすぎかもしれない今回。あー、そうそう、あー、なるほど。しない方がいいかもな。うん、じゃあ分かった。大丈夫、あれで。信じますよ。あれでいいんじゃない。あれで大丈夫。うん、でもさ、2文字だった気もするし。2文字だった4文字ので合ってんのかなみたいな。なるほど。あれ4文字いきましょう。え、ちょっと待って、あれ違うかも。あ、いいよいいよ。間違えちゃってる。いいよいいよ、ほどかく変えなくていいよ。それでじゃあ行きましょう。はい、一斉にオープンしてください。はい、こちらです。オレンジ。あ、やっぱりそれだ。赤だと思う。2文字って赤ってことだよ。あ、4文字ってオレンジってこと。そうだよ。さあ行きましょう。正解はピンク色。全然違う。ちょっと待って、2でも4でもない。3文字。真ん中3だったって。難しかったかな。あれ、うん、ピンクだったっけ。ピンク色でした最初。ピンクか。赤かと思って、赤かと思ってました。赤じゃない、赤じゃない、ピンク色ですね。赤じゃなかったか。気を取り直して2問目いきましょう。はい、2問目はこちらです。画像 A から D の海物語の筐体を登場順に並び替えてください。むずー。むずー。はい、ということで今画像が出ましたが、はい、A、 そして B、 C、 D と出ております。これを、登場順に並べていただきたいと思います。どう？一つ言えるのは、全部私たちが打ったことのないものだと思う。そうなんです。うんうん、そうか、なかったです。二人のプライベートまで見てないから分かんないな。怖い。怖かった今。小高くんとかもしかしたらゲーセンで打ったことあるかも。 あ、そういうことか。ゲーセンで、ね、うん、ゲーセンよく行くって言ってたから。まあ、一番最初のは分かるかな。一番最初は分かったと思う、間違いないと。一番最後も分かる。一番最後も分かる。一番最後も分かる。分かる？分かる。うん、じゃあここだね。さあ、書けましたか？はいはい、はい、じゃあ行きましょう。じゃあ回答また一斉にオープンです。お願いします。じゃん。 A、 C、B、D。 あれ？ B、A、C、D。 おぉ、違うね、二人とも。お、なるほど。私、A、C、B、D。 A、C、B、D。 まあまあまあ、そうだな、しょうがないかな。これは間違った。正解は船月くん正解です。やっぱりそうか。ありがとうございます。これ深読みしすぎましたね、私は。深読みした。深読みしちゃった。だってもう A はさ、一番最初に出たさ、そうやつだよ。ですよね。うん、いや、一回その通り書き直したんです。うんうんうん、でミスりました。なるほど。ね、説明すると A が初代海物語、これが1999年、そうですよね、登場しました。ですよね。そして B がCR 大海物語、これだってこれが2005年です。2005年でしょ、うん、初めて3つモードが生まれたみたいな。そうだ、言ってたやつで、C が CR 新海物語、これが2002年ですね。で最後
D が CR スーパー海物語in 沖縄、これが2007年、この D はゲームセンターで打ったことありました。あ、そうか、 D だよね、うん、D ね、よく見た気がする。 D はね、見たということで、ACBD が正解でした。やったー、船月くん1ポイント獲得です。ありがとうございます。はい、よかった。じゃあ続いていきましょう。続いてはイラストの問題です。うん、これまでの海物語の歴史の中で数多くのスーパー海物語 in Japan シリーズがリリースされてきましたが、うん、 で、 ね、ではそのシリーズのデビュー作、リアルスーパー海物語 in Japan の筐体画像をお書きください。何言ってんの？どういうこと？待って待って、どういうこと？鼻で笑われたけど。違う違う違う、いや、おかしいでしょ、だって問題が筐体画像をお書きください。 CR スーパー海物語 in Japan の筐体画像おかしくない？うわー、待って待って、インジャパン、インジャパンですね。いやー、めちゃめちゃ売ってるんだよ、インジャパン。なんか特徴が1個でも合ってたら勝ちかもしれないよ。もちろんこれ課長ジャッジだから。そっか、確かに課長だもんな。あとどんな筐体描くのかなっていう興味はあるから。確かに今までほらキャラしかね、それこそ描いてきてないから。筐体画像ってめっちゃむずいから大丈夫。どんな筐体描くのか、めっちゃむずい。ちなみにヒント言うと、ザ・ジャパン、ザ・日本を象徴するものが顔面に描かれたり。はい、はい、ということでお二方かけたみたいなので、はい、これは順番に見ていこうか。じゃあ船月くんから見ていきましょう。私からでいいの？はい、船月くんの見てみましょう。私からでいいの？うん、見てみましょう。いいの？こちらです。どうぞ。じゃじゃん。ねえ、それやっぱりその役物、私も思ったんですよ。え、これ、ね、これあれだよ。あ、あれか。これで初めて搭載された、くる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 ってなるやつ。そうです、高熱の時に見る夢かと思った。違う。すごいよ、当たって回ってると、当たって回ってるところなの。いや、それを書こうと思って書けなかった。だからちゃんとケミカルがすごい、思い出して書いてるの。なるほど。あれ、日本を象徴するのなんか書いた？え、いや、もうとりあえずジャパンフラッシュだけです。ジャパンフラッシュ、なるほど。ジャパンフラッシュのみで、ジャパンって書いてある。ジャパンも書いてる。あ、なるほどね。え、いや、違ったかもしれない。いきましょう。じゃあ続いて穂高くんいきましょう。穂高くんはこちらです。どうぞ。精一杯。すごーい。いいんじゃない？ちゃんと音出てるところも書いてる。釘もすごい綺麗に。筐体画像を書いてくださいって言われて。これ釘かけるのすごいね。すごい。しかもさ、ちゃんとさ、お祭りの感じとか出しててさ。そう。で、日本を象徴するものっていうヒントで。すごい。提灯と桜かな、これが小高渉の精一杯です。え、すごいよ。こっちだってケミカルって言われてるからね。さあ、じゃあ正解の画像を見てみましょう。正解はこちらです。 CR スーパー物語 in Japan になっておりまして、赤赤赤、はいはい、239バージョンと319バージョンが当時ありました。ことぶきと書かれた真っ赤なクジラ、ありましたね、うん、そして盤面右下の富士山とか、うん、桜の、おお、すごい、入賞口などが特徴となっています。桜、うんうん、赤だよ私、ピンクじゃない赤。筐体赤。まあね、色は人によってね、見え方違うから、ね、そう、私には赤に見える。なるほどね。さあ、どうしようかなということでしたが、小高くん1ポイントかな。やったー、言い訳でしょこれ。言い訳だって。でも私ちゃんとステージも書いてますからね。そう、あとやっぱ桜がね。え、桜、あ、桜、桜、知ってる、ちゃんと桜が、ね、玉貸しボタンとか音量の大小いら玉まで書いてるからね。どっちが芸が細かいか勝負みたいになっちゃって。ジャパンはね、そこでね。そう、ジャパンは良かった、ね、そうですよね。しかも位置合ってると思って。ジャパン合ってんじゃん、うん、ジャパンは良かったけど、まあまあまあ、0.5 ポイントちょうだい。 0.5? 0.5 ちょうだい。0.5 どっちでもいけ。かわいい。かわいいからあげよ。あ、でもそうか、 0.5 あげちゃったら札付きに勝っちゃうみたいな。だってまだ問題あるでしょ。まだ問題ある。じゃあ 0.5 点だけ。うん、ちょうだい。やったじゃあ 1.5 対1ポイントでいきましょう。優しい、はい、それでは続いての問題です。続いてはこちら、今ではおなじみの演出ビッグバイブ、うん、こちらが初搭載された機種は何でしょう。これね、初搭載って言われると意外と難しいかもしれないけれども、まあそんな昔じゃないよね。そんなとてつもなく昔ではない。そんな昔じゃなかった気がする。この感覚わかんないな、人によるか昔かどうかって。そんな目で見ないで。課長のことを一点見つめる病になりましたよ私は今。さあ何でしょうか、お書きください。ビッグバイブでしょ。え、こんな最近でもなかった気がするっていう機種しか出てこない。
はい、ということで、はい、お二人書き終わりましたが、はい、船月くんがずっと笑っております何かに気づいたんでしょうか、はい、それじゃあ回答一斉にオープン、どうぞ。じゃん、どうしよう、これですね。船月くんは一回無視して、はい、小中くんが大見物語4。湊先輩涙が出るほど一人で笑ってるんですけど、じゃあ無視していきましょう、はい、今二人でやっております。はい、一番さん見たよ、いるよ正解は大見物語4ということで、小中くん正解です。素晴らしい。さあ、CR に大見物語5はない、ないな、びっくりしちゃった CR5 って書いてんだ。考えすぎて考えすぎて、ね、変なとこ入っちゃったかもしれない。ティッシュください、ティッシュください。誰に言ってんだよこれ、深読みが過ぎちゃった。一回ティッシュで拭くか、夏希くん涙を拭こう。もうひどいさあ、ということで、はい、逆転、穂高くん逆転で 1.5 対2点ですね。やばい、 1.5 ポイント対2ポイント、最後いきます。あ、これはもう3点ぐらいくんじゃないの。これだってどちらにせよ正解した方が勝ちです。確かに、うん、あ、いい勝負、いい勝負、最後いきましょう。はい、問題は今ではおなじみのステージ選択では、初めてステージを選べるようになった最初の海物語は何でしょう。ピンポン、はい、ピンポンじゃない、あ、違うもうやばいよ、早押しになっちゃった、変なとこついちゃいちゃった。ピンポンじゃないのね。え、これ機種名を書くってこと。機種名で大丈夫。初めてステージを選べるようになった最初の海物語は何でしょう。それはもう大丈夫、絶対今回はいける。はい、書き終わりましたか。はい、じゃあ回答一斉にオープンです。じゃん、船月くんが CR 大海物語、そして穂高くんがスーパー海物語イン地中海。正解は CR 大海物語、ということで船月くん見事正解でございます。やった、めっちゃ嬉しい。先輩としてのメンツを保った。さすが。だってこれ最初の問題で言ってたよ、うん、私最初の問題で言ってた。だってさ、 ABCD ってさ、あ、並び替えの時、にさ言ってた。これが最初にこの3つの問題選べるようになったやつだよねって言ってたいや、すごい。でもそう、ということで最終結果、船月くん 2.5 ポイント、小高くん2ポイントということで、船月くんの勝利です。よかった、 0.5 ポイントくれて。 0.5 ポイント意外と効いてきたね、これ。あの 0.5 ポイントなかったら、あの 0.5 ポイントで勝った、すごい。よかった、嬉しい。みんなと先輩の可愛さに負けた。やったぜ3-4ということで、じゃあ恒例の罰ゲームいきますか。あ、やっぱりあるんだ。うん、恒例の罰ゲームは大好評の即興ソングシリーズから。大好評じゃないんだよ。じゃあ海物語の歴史をテーマに、海物語の歴史をテーマに歌唱をお願いします。じゃあそれで締めましょう、今日はね。難しい。じゃあ最後いきましょう。はい、それじゃあ小中くんの即興ソングまで3、2、1、どうぞ。はい、聞いてください、みんな大好き海物語。お、いいね、いいね、いい。あなたと一緒に歩みます、これからも長い時、海は広い、みんな大好き、あなたを待ってるよ、海物語。誰か、あ、最後マリンちゃんかな、動揺感がすごかったね本当にこれ、ね、子供でも楽しめる歌、いい、素敵な、幅広い年代に楽しんでいただける。なるほどね、ね、思わず付け足しちゃったもんありがとうございます助かりました。産業マート、産業マートでしか手に入らないファン必見のオリジナルグッズがたくさん。 GO 産業マート、ウェブで検索。